イケメン入りまーす。どうも、超絶イケメンです。ちょうどね、本日はね、僕の今のね、夢、うん、あの目先の夢をね、ちょっと皆さんにね、お話ししようと思います。それはね、年内チャンネル登録者数3000人。実はね、あの計算上ね、あのこのままね、あの1年終わる頃にはね、2700人ぐらいになってるはずなんですよ。足んないんですよ。なので、まあこうやって呼びかけてるわけだけど、1000人2000人じゃさ、まあ頑張ればいけるじゃないですか。まあ3000人ってなかなかいかないよね。うん。で、3000人いったら次の目標は5000人。で、次の目標は1万人みたいな感じなんですよね。とりあえず3000人。僕ね、本当にね、あの、周りに結構バカにされるんですよね。まあ、チャンネルの内容のせいで。まあ、それ以前にも、役者で失敗しているとかさ、映像コンクールで失敗しているとか、そういう、なんだろう、まして独身だと。そういう、なんか、バカにされる要素がいっぱいあって、結構バカにされるんですけど、特にあの、売れてもないゴミみたいな劇団にね、うん。3000人お前いけるかって、話。あの、3000人をまず目標に掲げられるほどのところにお前いるかっていう、話でさ。まあ、人の人生、ね、人それぞれだから、例えば別にそのね、静かに行きたい人もいるじゃないですか。キラヨシカゲとかさ、あとはまあ、ミスターみたいにさ、うん、静かに暮らしたいっていうね、人もいるし、それ全然いいんだよね。いいと思うんだよ。うん。独身で静かに暮らしたい。全然ありだよ。うん。別に何も目標も持たずに結婚もせずに静かに暮らしたい。それ幸せじゃないですか。それはそれで。ただ、あの、目標を、持たないやつが、目標を持ってるやつをそのバカにする行為って本当クソだなと思うよ。本当お前クソだなって思う。うん。だってさ、結婚もしてません、何も目標を持ってなく成し遂げてもないで頑張ってる人をバカにする、お前完全にうんこ製造機じゃんっていう。お前有機物食ってクソしてるだけのうんこ製造機じゃん。そのうんこ製造機の分際で目標を持って生きてる人間をバカにしちゃダメだよね。じゃあお前何なのっていう。ね。何を成し遂げたの？うん。結婚もしない、目標も持たず、ね。何も成し遂げず、頑張ってる人をバカにする。うん。これはもう完全なるうんこ製造機ですね。うん。うんこ製造機。うん。何の価値もありません。はい。ちゅうことでね。僕はチャンネル登録者数年内3000人目指しますんで、皆さん。ご協力のほどお願いします。はい。ちゅうことでね。イケメン変わります。じゃあし。